ここからは引き続き私レーネがナビゲートするラッシュエクセントリーセッション、今日のゲストはクアイプです。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。前回は森さんと内田さん2人で来てくれましたが、はい、皆さんはじめまして。はじめまして。握手をしましょう。まあ以上です。もう帰ってください。終わりだ。終わりだ。いやーさっきオープニング素晴らしいパフォーマンスをしてくれたじゃないですか。そこにかけてました。打ち合わせ全てここだけ。いやー、やった後に内田さんはもうここから消えてしまいました。何言ってるんですか。本当にここからですかね。いやいやいや、そうですよ。頑張りましょう。ぜひ今日たくさんね、はい、おしゃべりしていっていただきたいなと思います。スタジオらしくもたくさんの人が集まってくれてますよ。こんな寒いのにありがとうございます。いろんなメニューがありますけれどもまずですね、昨日のゲストパリスマッチの水野真理さんから質問が来ています。その質問の答え、まずは番組のツイッターでつぶやいていただきます。またこの番組ユーストリームでも楽しめます。センチュリーセッションのウェブサイトからチェックしてログインしてください。チッピーの皆さん、こんばんは。昨日スタジオラシックにお邪魔したパリスマッチの水野真理です。今日はクワイフさんが出演されているそうですね。早速ですが、今日のメッセージテーマ、我が家のお正月に関する質問です。私水野家ではですね、毎年1月1日の夜はすき焼きを食べます。でこれを東京で話すと意外と皆さん、そんなのあるんだっていう感じなんですけども、どうでしょうかね。我が家のお正月ということで、1月1日に毎年食べる食べ物なんかありましたら教えてください。それでは森彩乃さん、ツイートをお願いします。はい、カリスマッチの水野真理さんから、1月1日に毎年食べる食べ物何かありましたら教えてくださいという質問でした。これ森さん指定で来ています、はい。質問の答えはですね、口頭では今は聞かずに、まずは番組のツイッターでツイートしてもらいます。今ちょうど森さん早速ツイートしてくれていますけれども、はい、すき焼き食べるっていう人はでも多そうですね。割と多いですね。あ、ですか？そうでもない。そうなんだ。僕は食べてませんけど。おー、皆さんも食べてない。すいませんでした。いや、結構私も食べてないんですけど。あれでも周りには結構いたりしますね。なんで1日にすき焼きなんですか。なんだろう、お正月に食べる、あのスタジオらしく前の方でお正月すき焼き食べるよって人。あ、いた。いた。2人。本当に。絶対嘘だよ。目飛ばしましたね。飲み上げてるよ。そうか、まあそういう人もいますね。結構ツイートしないと。ツイートまだかかるかな。はい、もうちょっと、ね、もうすぐできます。人それぞれ。私このメッセージテーマちょっとすごく気に入っていてですね、やっぱり人んちのお正月いいな、素敵だななんて思うことが多いので、ぜひ伝統を教えてほしいななんて思いますが、ツイート、はい、あ、できたかな。できました。ツイートボタンを押してくれました。ありがとうございます。さあ、番組のツイッターアカウントは BJCS778、ハッシュタグ BJCS で見ることもできます。ぜひリツイートやリアクション、クワイフへのメッセージ、質問などもお待ちしています。では一曲クワイフのナンバーをお送りしましょうか。はい、クワイフファーストシングル、誰かになりたいわけじゃないから、フューチャー。君の両手は、綺麗なナビゲートでお送りしているラシックセンチュリーセッション、お届けしたのはクワイフフューチャーでした。さあ、先ほど昨日のゲスト水野真理さんから今日のテーマに関するこんな質問が来ていました。1月1日に毎年食べる食べ物なんかありましたら教えてください。はい、1月1日に毎年食べる食べ物何かありましたら教えてくださいという質問を、これはクワイフの森さん指定で、はい、いただきました。先ほど番組ツイッターに答えを書いていただきましたが、何と書いてくれたんですか。もちろんラーメンです。今スタジオラシック前から笑い声が聞こえてきた。待ってました。これもう正直ですね、はい、答えをツイートする前からツイッターではラーメンに決まっとるギャーっていう、本当にもうバレてましたよ。予報されてました。はい、まあ、その心をちょっと詳しく教えてください。まあ、1日に限らず本当に
なんかいつもラーメン食べてるんですね、はい、だからもうまあ1日ももちろん食べるでしょうって感じで食べてます。1月1日も2日も3日もそうですね。でもあ2日昨日も食べましたね、うん、今日も多分この後行くのか分かんないですけど行くのか分かんないけど行くよねみたいな。そうか。え、バンタンも食べた？バンタンも食べました。マジ、まあ、すげえね、すごいっすね。大晦日は年越しそばあるじゃないですか、はいはい、年越し今年はその年越しそば食べてなくて、うん、ラーメンも食べてないですね。30日はラーメン食べてたんですけど大丈夫だったんです。大丈夫大丈夫大丈夫だったんですけど中毒なんか心があれなんか足りない気がするっていう、まあ、食べたいと思ってたけど、まあ大丈夫です。食べない日もあります、もちろん。ちょっともやもやした気持ちで2013年迎えたってことですよね。そうですね。だから耐えきれなくて1日に食べました。ラーメンで始まった2013年。はい、家族もラーメン食べる、はい、あでもそのまあ今年そのどこで食べたかっていうのは、うん、なんかまあ1日にいつもあの岐阜のおばあちゃんの家に、うん、まあ、行けるときは行くんですけど、はい、でなんか帰りにあの岐阜に行った帰りに、まあ、あのお買い物して帰ろうって感じで家族でお買い物に行って、うん、でそこで、まあ、いろんな食べ物屋さんがあって、私はもちろんラーメンを選ぶっていう感じで家族は他の食べてました。家族もまあ分かった分かった、あやみちゃんはラーメンだから、うん、そうですね。しかもセットですね、絶対。そこは別に、はい、別にいいんだけど、セットか単品かは大丈夫ですが。すいません。そうか、まあこだわり、いいですね、もうキャラがしっかりしてきているという。そうですかね、わかっ、うん、ちょっと、それ願ってきた。願ってたやつ。ラジオのたんびに言うよね、でも。実はそんなにもう好きじゃないんだけど。いやいやいや、好きです。もう引き出せなくなってきて。今度本心聞いてみます。ぜひ。続報をお待ちしています、はい、内田さん、美代さん、なんかこうありますか、お正月食べる食べ物っていうのは。お雑煮、お雑煮、お雑煮、うん、お雑煮、お雑煮、僕お寿司です、ね、あお寿司、元旦お寿司大好きすぎて、うん、普段から結構あのなんかめちゃくちゃ裕福みたいになっちゃいますけどあの100円の寿司とかを結構行きますうん、うん、なんかもうあのお正月伝統とかじゃなくて皆さんそれぞれ好きなもの食べてるだけお雑煮はでもねちゃんとお正月ならではのもので、ね、多分そういう答えを期待されてたんだと思う、うん、ありがとう今気づいた三輪さんに聞いた方が良かったありがとうございます。ちょっと今後のちゃんとね、はい、検討事項に入れておきます、はいはい、ありがとうございます。さあではもっともっとクワイフに迫りたいということで、まだまだ昨日のゲストパリスマッチ水野真理さんから質問が来ています。ここは一言ずつで答えてください。はい、それでは第1問。 Dig in。 内田さん、今年こそ克服したいことを教えてください。はい、赤ちゃんの子守です。では次の質問。 Dig in。 Dig in。三輪さん、どこで2013年を迎えましたか？先輩の家です。では次の質問。Dig in。 運気がアップしそうな一曲をリクエストしてください。はい、では聞いてください。ヨンシーで Go Do。 アップしそうな一曲としてセレクトしてくれました、ヨンシー Go Do です。はい、内田さんが選んでくれました。はい、あこの説明ですよね、うん、まあ、運気がアップしそうな一曲っていうよりも、まあ、僕ヨンシーが去年2010年すごい好きになって、はい、でずっと聴いてた時期があって、でヨンシーの曲ってすごい個性的だし、あと変態的だし、うん、だけどキャッチーに聞こえるし、でそれをヨンシーはシンプルにすごいやってるなと思って、僕もクワイフで結構その4つをすごいテーマに置いてるとこがあったので、うんうん、なんで2013年もそういう曲をもっと増やしていって、バンドももっと何ですかね、いい曲を、いい音楽を増やしていきたいなと思ってこの曲を選びました。ヨンシー聴いてると本当にこう澄み切った空気をこう深呼吸してるような、うん、そんな気持ちになりますよね、うん、ヨンシー Go Do をお送りしまして、ではどんどんクワイフにリグインしていきましょう。
今年こそ克服したいこと、内田さん。はい。何ですか？赤ちゃんの子守ですね。と言いますと、と言いますと、僕の姉が今ちょうど正月なんで、はい、実家のうちに帰ってきてまして、で、ま、今日もそうなんですけど、赤ちゃんの子守をずっとしてたんですよ、ね。なぜか僕がこう持つと。うん、必ず泣くんですよ。抱っこしようとすると、はい、もう持つって言ってる時点でね、ダメだ。ちょっと言いたいかな、もうちょっと日本語勉強してもらおうかな。ジェスチャーはあってたんですよね、はい、だけどなんかやっぱぎこちん、そりゃ泣くわっていう感じの、ね、家族の他の、誰がこう、ね、おんぶ、おんぶじゃない、抱っこ、抱っこ、抱っこ、すごい笑顔でわーって見抜くんだろうね、赤ちゃんね、見抜くんだよ、見抜くね、見抜くね、人間性を見抜く、内田さん心がどんどん折れていく、はい、泣いちゃうんで、まあ、それを2013年は、笑顔に変えれるように、赤ちゃんにも好かれる、そう、ね、クワイフにならないときワイフに結びつけて、何ヶ月ぐらいなんですか？多分8ヶ月ぐらいだと思う。多分半分とか言ってるところなんですね。僕もめっちゃ久しぶりに会ったんですよ、その赤ん坊になので、年齢がよくわかんないです。でももうちょっと、大きくなって、少しずつ名前もみんなの名前も覚えるようになって、うち、あ、うちだ、うちよじゃないか、うち違うか、あっちんって呼ぶようになったりとか、いいですね、楽しみじゃないですか。理想的ですね、本当に。いい、これからワクワクしますね、はい、ワクワクしてます。克服頑張ってください。はい、頑張ります。そして美和さん、はい、2013年は先輩の家で迎えた。そうなんです。その結構その大晦日のちょっと夜ぐらいから集まってみんなで酒飲んでて、うん、そんでまあ先輩の家行って麻雀しようかみたいな感じになって、うんうん、そんなそんぐらいです。すみません。広がらない。普通じゃない。広がらない。広がらない。わかりました。まったりした年越し。大体こう友達と過ごすことが多いんですか？そうですね。大体毎年こんな感じ。友達いんの？おいるよ。そこから本当にいる。あ、いないわ。のメンバーでっていうのはないですね。ないか。まだ結成して。そうそう。そう、今一度目のね。これからだよね、うん、そうなの。でもいつもこう、この間夏にお会いした時も、もう結構貫禄を感じるから、クワイフって長い間一緒にやってるんだろうなっていつも頭の中で勘違いしちゃうんですけど、うん、そういえば2012年結成だったんですね、うん、はい。まあ、この後はそんなお話もちょっと振り返りながら聞いていきたいと思います、はい、クワイフの2012年2013年に迫ります。では1曲お送りしましょう。変わって愛をあげましょう。お送りしているのはクワイフ変わってですが、はい、さっきもちょっとお話ありました、2012年振り返ると言いますが、やっぱり振り返る時に一番大きな出来事といえば結成したことっていうところなんですかね。そうですね。そうですね。いつでしたっけ、結成したの。2012年の3月ですね。1年経ってない、ま、もうすぐ、うん、ですね。あと2ヶ月ぐらい、10ヶ月ぐらい経って、はいはい、ということですね。前回来てくれたのが夏、8月の後半だったかな、ね、そうですね、はい、猫初の前なんですよね、うん、と思いますが、9月に初めての自主企画があって、があって、でファーストシングル誰かになりたいわけじゃない発売しました、はい、やっぱりさっきも言ったけど、もう なんでしょう、私すごくこう3人の安定感を感じるというか、でここにいる時まだだってそのファーストシングルしか音源としては出てないわけじゃないですか、はいはい、うん、でもそのビジョンが3人共通して見えてるのかななんて思ったりしますね。それはありますね。もともと僕とドラムの宮は一緒のバンドをやっていて、それが解散してこのバンドを組んだんで、うん、で森の僕はバックバンドでベースで弾いてたんで、結局つながりはそんなに今までもあったんで、ですね、そうですね、はい、すごくいいこう関係が築けてるななんて思いますが、ライブも月に3本は絶対にやってますよね。やってますね。うん、そうですね。だね、
もっとやってるかもしれないですね。あの秋ぐらいからは結構名古屋このエリアだけじゃなくて東京なんかも行ってるんじゃないですか、うん、そうですね、東京に行き始めたって感じなので、うん、まあ、今年はもっともっと、うん、定期的に行けたらなと思っております。なんとなくこう2012年の3月に結成してまだその日は浅い分でもなんか2倍速3倍速ぐらいでやっていこうぜっていう意気込み感じたりしますが、意識 してます結構。そんなつもりないよね別に。本当にいやでも結成した時に、その1年後2年後のビジョンっていうかを立てた上でやってきたつもりなんで、なんか常に目標はね、うん、そういうことね。ごめん、フォローしんで。すごく次何やってくれるんだろうっていうのを本当に楽しみにさせてくれる、そんなクワイフだと思いますが、今年、去年ですね、2012年のもう一つ大きいニュースありましたよね。ね、うん、そうですね。教えてください。え、これですかね。書いてあるの読もうとしてるよ。あのコンテストの話ですね。はい、そうです。はい、でも、まあ、カウントダウンジャパンのステージをかけた、うん、ロックジャックっていうコンテストに最終選考のね16組まで残ったんですけど、うん、まあ惜しくもって自分たちで言うことじゃないかもしれないけど、うん、うん、まあ、優勝はできなかったんですけど入賞アーティストには選ばれたので、うん、まあ、コンピレーションアルバムには参加できるので、うん、まあ優勝できなかったのをバネに繋げていこうかな。うん、森さんもこれ言いながらすごく悔しそうな顔をしてます。本当ですか、うん、いきなり笑顔だった。うん、でもその思い本当に言ってもらったみたいに、バネにしても2013年次のステップが見えてきてるのかな、なんて思います。はい、3月で結成から1年、はい、1年ですよ。1年にしてワンマンライブが決定したんですよね。そうです。おめでとうございます。おめでとうございます。自分で言ったよね。今言ったら外の人も拍手してくれます。はい、3月31日日曜日、場所は行きつけクラブアップセット。また1年でワンマンって、これも最初から思ってた。そうですね、うん、で初ライブが僕ら2012年の4月1日で、はい、本当にちょうど1年ですよ、3月31日で、うん、なのでもうその元々あったビジョンだったので、まあ、ちょっと自分たちでももしかしたら駆け足って思われるかもしれないとは思ってるんですけど、でもどうしてもやりたくて、うん、なので、今それに向けて頑張ってる次第でございます。はい、もうそうやってどんどん自分たちのハードルを上げていくっていう次が楽しみですね。はい、さあ今日のゲストは3月31日日曜日、池下クラブアップセットでワンマンライブを行います、クワイフです。お知らせ挟んでまだまだお伺いしていきます。 Stay tuned。 The Six Century Session、 今日のゲストはクワイフです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ3月31日日曜日に池下クラブアップセットで初ワンマンライブを行うクワイフですが、ニュースそれだけじゃないんですよね。そうです、この日はレコ初ライブになります。おタイトルじゃあ、お、言っちゃってください。言っちゃいます。セカンドシングルリピート、イエーイ。勝ってね。ガッツポーズしてくれてますね、みんな。これ内容はもう決まってるんですか。ほぼ決まっております。決まってるけどまだちょっと言えませんね。このタイトルのリピートっていう言葉のチョイス、意味は何なんでしょう。まあ言っちゃえば、まあ、リピートという曲は今でもライブでやってる曲があって、ライブ来てくれてる方は知ってると思うんですけど、あの、まあ、その曲のちょっとに対する思いがいろいろあるので、うん、それをまあ今回はタイトルにしようかなと。そうか、このリピート発売も楽しみですが、ちょっとあのもう一個すごいちょうどタイムリーなお知らせがあるんですよね。ワンマンに向けて3ヶ月連続無料配信リリースがあると。はい、はい、1月2月3月と未発表音源を無料配信するんですが、この1月分っていつですか。本日18時
うわ、もう回ってますか？回ってます。回ってますね。ホームページを見ていただくと多分もうダウンロードできるようになってると思います。今18時3分です。あ、もうじゃあすでに、うん、皆さんパソコンの前に、うん、夕方6時から、曲配信スタートしてます。タイトル教えてください。タイトルはニューワールドです。いいですね、新年そうです、ニューイヤーに。もうそれを狙ってね、ニューワールドですね。そうなの？また冷たいね、お互いに対して各曲限定1000ダウンロードですので、はいはい、ぜひお早めにチェックしてください。ちょうどもう今スタートになってますね。1月のニューワールド、はい、チェックしていただきたいんですが、ライブ始め、名古屋でのライブ始めいつですか？1月6日日曜日に、はい、新世界アポロシアターであります。この日はチケットを、はい、あ、そうですね、3月31日のワンマンライブのチケットをこの日から、販売させていただきますので、ぜひぜひ、当日僕らからチケット買ってもらった人から入場っていう形になってるんで、ぜひ整理番号がチケットに、なんでぜひ、ライブに来てもらってワンマンのチケット買っていただきたいなと思ってます。1月6日アポロシアターでのライブでチケットを買ったら、まあ、優先的にその日、そうですね、その日開始なんで、うん、販売開始だから多分その日ゲットした人が一番早い整理番号を手に入れれるかなと思います。ぜひクワイフのライブ始めにも参加してほしいですね。はい、はい、よろしくお願いします。さあ1月3日木曜日、クワイフを迎えしてきましたラシックセンチュリーセッション、そろそろお別れの時間です。寂しい。今年もでも忙しくなりそうですね。はい、はい、楽しみにしていたいと思います。2013年もがっつり2倍速3倍速超えていくんでしょうか。そうですね、活動していきそうなクワイフを迎えしました。最後にこの曲聴きながらお別れです。ご紹介いただけますか？はい、ついさっき、無料配信始まりました。最後に聴いてください、ニューワールド。 Me